いろいろ ラストチャンスというか、そうですね、うん、今年1年やっぱり苦しかったかな、うん、まあそうですね、結果残せない時期が長かった、うんうん、最後ですか、うん、はい、グランプリこう4年で乗ってきて、はい、ラストチャンス、はい、まあ、こういう状態で臨む競輪界というのはプレッシャーもあります、うん、まあでも今の力を出し切るだけなんで、はい、まあ、でもだいぶ調子も上向いてると思う、はい、の千葉、大垣、豊橋とは本当に豊橋の時なんかは非常にそうですね、一番いいところにも近いという、まあ、結構配分が詰まってるのもあって、レース自体はちょっとこうレース感というかは、まあいいのかなと、ちょっとやっと疲れと体力が、まあ、課題になってくると思うんですけど、はい、ちょっとじゃあ決勝戦なんかその4日間の疲労、そうですね、ちょっとこう、ね、調子が良すぎたのもあって、結構、ね、疲れがどっと出たんで、まあ不甲斐ない結果になったんですけど、まあ、うん、久しぶりにすごい悔しかったんで、はい、戦えるってはいるのかなと、はい、立ち上がりの先行している中でのフォームの躍動感なんかは、うん、そうですね、力みも取れてるんで、はい、しっかりこう体で踏めてると思います。まあ、先行は問題ないと思って、あとは組み立てとかましまくりになった時にしっかり決めれると思います。一つちょっとファンにやっぱり深谷がいないとグランプリはというのを、うん、そうですね、しっかり、まあ、出れるように、はい、まあ、いつも通り頑張ります。初日は浅井さんとだ、そうですね、まあ、迷惑かけないようにしっかり考えて、はい、一日一日一歩ずつ、うん、そうです、はいはい、優勝しかないという状況、そうですね、4走しっかり頑張ります。ありがとうございます。